今回はどちらかというとライブ放送気味に一人でプレゼンをしていきたいと思います。予算がないんですね一人でコントローラーも駆使して頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ブラボデッタ、サルベスタドのスーパーカッションその前にドラゴンクエストとは1986年から始まった日本を代表する RPG 作品です。ロールプレイングゲームを日本に流行らせたのはドラゴンクエストと言っても問題なく、また社会現象にもなった一流の作品です。ジャポネ最新作はドラゴンクエスト 11S スイッチです。そうそう、販売になると思いますので、そちらは楽しみにしてください。これは開発ロムでプレイしようと思いますので、部分的にカメラの感じとかが製品版と違うこともありますので、それはご了承ください。グランデ勇者4人揃い踏みです。Okay. これだけである人には衝撃映像と言えるのではないかと思います。これがドラクエ11の勇者です。これから販売されるソフトのものですね。悪魔の子と呼ばれた16歳、勇者の剣カイを装備しています。これが3の勇者です。いわゆる勇者ロト、16歳、ロトの剣を装備しています。実はですね、3の勇者と11の勇者は盾のデザインがほぼ同じなんですけど、しっかりと作り分けていたりします。細かいですね。お次はドラゴンクエスト4の勇者です。5の花嫁のご先祖様ということになりますね。17歳、天空の剣を装備しています。Quanti di voi hanno giocato questi giochi? 最後にドラクエ8の勇者です。なぜか呪いが効かない18歳。実はポケットにトーポがいます。元この兵で竜神号の剣を装備しています。といっても勇者というキャラクター名というのはなんか分かりにくいんですが、もし勇者を名前で呼びたければ公式で使われている名前というのがちょっとありまして、11勇者は11、3勇者はアルス、4勇者はソロ、8勇者はエイトなどという俗称がついていますお好みで使ったら良いんじゃないかなと思います。そしてカラーバリエーションがあります。これらはシリーズの中の誰かを模したデザインや配色になっています。さて誰が誰でしょう。実は勇者同士がこうやって戦うというのはドラクエのシリーズの中でも初なんですね。スマブラのルールのために、初めて認めていただきました。感謝しております。勇者のそれぞれには声優さんも当てはまっています。勇者のそれぞれには声優さんも当てはまっています。それらをご紹介したいと思います。この方たちです。11勇者は西賀美月さん。 11S で喋ることになったのですが、それとはアクションが違うので少し気合の入った演技をしていただいています。3勇者は檜山美幸さん。勇者王が勇者やると言われていますけれども、実は、初代スマブラおよびスマブラデラックスでリンクの声をやっていたのでさらに勇者だったということですね演技はプロで本当に全員の中でも特に素早く収録をされていました。4勇者は草尾武史さん。もちろんベテランですけれども、その中でも非常に、主人公のバックボーンなどを詳しくお聞きになられて、そのキャラクター性をしっかりと染み込ませた上で演技していただきました。トラトロシャリスタープレゼンタンドのリファッセンティー勇者は梶裕貴さん。スマブラとドラクエに出演するのが実は夢だったそうで、両方一気に叶ってしまったことにとても喜ばれていました。3と4と8の勇者に声が入るのはシリーズでは初めてです。そして魔法名を読み上げるというのもシリーズでは初めてです。Però siamo sempre nell'ambito Fire Emblem praticamente. ファイターのアクションを実践したいと思います。全体的なアクションは、普通の剣持ちよりもちょっと元気に、鳥山明さんのデザインにしっかりと合うようなものを目指して作られています。スマッシュ攻撃には会心の一撃が入ることはあります。ランダムですが、スマブラが入るとかなり強力な打撃を与えることができます。Frequenza casuale, ok, non è subito tolto da qualsiasi tipo di competizione. それぞれのシリーズの会心の一撃音を踏襲しています。微妙な違いがあります。
シールドを装備していて飛び道具などを防ぐことができます。ユッド強攻撃はシールドバッシュになっていて、モーセットモートシミラリンク、ちょっとだけ打ち返しやすいかもしれないです。必殺技ニュートラルはメラ系の呪文です。まずメラ、メラミ、メラミ、そしてメラゾーン。亀をシールドボタンで保持することができ、再び貯めることができます。また貯めてる状態をキープすることもできますので、いつでも好きな時に使えます。ただしせっかくメラゾーマまで貯めていても、その時の MP が足りない場合出ませんから、注意した方がいいです。あ、横必殺技はデイン系になります。ダライン、ダライン、ダライン。まず短く押すとデイン、牽制に向いています。長めに押すとライデイン、結構な距離を放てます。そして最後に最大まで貯めるとイガデイン、それぞれ剣に雷撃を貯めて攻撃をしているという技になります。Cioè, se gli hanno dedicato spazio,次にバギ系です。これは復帰に役立つものです。小さく上必殺技をやるとバギ、ちょっと貯めるとバギマ、最大まで貯めるとバギクロス。貯めを保持できるのはメラ系だけです。バギは小さい分 MP 消費が少ないです。バギマはどちらかというと横に飛びやすくなっています。 OK。バギクロスはかなり落ちても高い復帰力で戻ることができます。またバギ系の技はその竜巻によって相手を吹き上げることができるので、こんな感じで妨害することもできます。次に下必殺技コマンド選択です。下必殺技を入力するとこのようにランダムでコマンドが出てきます。どれかを入力するとその呪文などが使えます。バイキルトは純粋に攻撃力をアップするためのもので、最大スマッシュ攻撃でもこの通りダメージを与えます。溜める、次の一撃をものすごく強くします。バイキルトと違うのは1回しか効かないことです。ただし外しても相手に当たるまで効果があります。魔法カンタ、魔法カンタは当然相手の飛び道具などを跳ね返すことができます。 OK、è una counter, però è una counter per proiettile va selezionato。 ここに魔法カンタをかけると、おかしいというふうに、リフレクター効果が何倍にもなって跳ね返ってくるということになります。コイミは自分の体力を回復できます。火炎斬りは広範囲な前方に攻撃をします。マヒャド斬りは相手を凍らせる効果があります。ピオリンは自身をものすごく素早くします。今回はプロモナド、ラガッツラステッサゴザソロフォルツアンコラビオナズンは強力な爆発系の呪文です。チャンメヌイメディアドダッティワール。ラリフォーは相手を眠らせることができます。そこに魔人斬りなどで強い一撃を与えることが可能です。そしてザラキ出ました。これは恐ろしい呪文で、一撃で相手の息の根を止めてしまう可能性があります。ただし相手の蓄積ダメージが代償によって効果が異なります。蓄積ダメージが低いときにはそんなに効果がないということです。そしてルーラ。ルーラは復帰するのに向いている呪文ですが、というふうにどこからでも復帰することが可能です。ただ天井に頭をぶつけることもあります。アストロ、これをかけると攻撃が効かなくなりますが、メタルギリには要注意。メタルギリはメタル化した相手を一撃で倒すことができるという呪文です。ファルプンテは何が起こるかわからない呪文です。これは自身にスローがかかってしまったみたいですね。こういう悪い効果ばっかりであって良い効果があることもあります。questa conferma la cosa che è pensato per un MP pubblico giapponese が減ってるの、nella mente malata di Sakurai e Soshi、全ての MP を使って相手に強力な打撃を与える呪文です。del competitivo、 これは quindi hanno creato un personaggio divertente e non、
e non utile ai fini competitivi. Questo è 超強力な爆発を生みますが、自身も自滅してしまいます。まあ、no, など、いろいろな技があり、勇者が持つ必殺技というのは、全ファイターの中でも最高の数になっております。またコマンドは R ボタンなどで、そのまんま何もかけずに切ることができますので、それで抽選をやり直すという手も使えます。Ah, perché si aprono random. Ah, capirai. Minadein ではありません。Ci avete capito? Compaiono soltanto 4 incantesimi alla volta. E non è detto che siano quelli poi che ti servono. Cioè, che casino. È tutto totalmente random. Peccato. 実は上方向への攻撃範囲が広く、だいたい4メートルぐらいだったら動きます。Sì, è random, ma quali sono i 4-5 incantesimi che escono premendo B e G? Per refresciare bisogna premere scudo, così si chiude e la puoi riaprire al volo. これをじゃあ実際にどう使えるのかということがいまいちイメージできないかもしれませんから。Anche perché se c'ha la mossa spacca metallo, cioè è pensata soltanto per combattere contro un altro hero. はい、天空の祭壇ステージの対戦です。A と勇者は私で、O 勇者が CT です。最初は足場がありますけどね。だんだん上昇していってしまう。メラはためなくても結構牽制に使えます。ライデインのいい間合い。だけど、suicidato、no、さっきフィギュアでメッセージ suicidava なかなか。Comunque、il moveset、le animazioni sono proprio quelle di Link、prese pari pari。試したいところですが、ラリホー、来た。えい。Grande. いい感じです。Vabbè ragazzi, sarà divertente, ma non penso proprio che i pro ci perdano tempo sopra e soprattutto che i tornei lo rendano viable. Qui in questo momento ho avuto un kiriku da fare, ma... Non si può fare. Yeah, Spike di Sakurai. È stato specato da Sakurai, che comunque gioca a punteggio e non a vita. Oh, Kaishin no ichigeki desu ne. Oh, poi mi ricaricare. Questo è Piori, lo scatto di Masho. Kirifuda. Beh, probabilmente adesso il pubblico giapponese sta impazzendo. Che obiettivamente è divertente. Però mi aspettavo qualcosa di più. Che continuasse il trend di un personaggio tecnico pensato per il competitivo come è stato Joker, che alla fine è uno shake ancora più complesso da utilizzare. Forse da una parte è un bene anche così, insomma. Mahiado giri de uchikaeso to shita desu kedo ne, shippai shimashita. Shikamo gamen no haji de. E niente di meno che all'estremità dello schermo, chi è cannarsi? Jikan o mo kite shimaimashita. Brasil. 原作のどこかに出てくる天空の祭壇をモチーフにしています。ただ原作との違いは足場が浮上することですね。非常にスマブラらしい。Sì, secondo me staranno avendo un'erezione nerd considerevole. Cioè, apparentemente questo gioco sta citando 30 anni di questo personaggio cita una serie di 30 anni in ogni suo minimo particolare. Un grandissimo fan service. Sacrificata all'altare del gameplay. この4つ族が出てくると、こう、i tempi rei fanno apparire piattaforme. なんかの形で出現したりします。聖地ラムダを通過しましたね。perché non ci si sale bene sopra. 虹の橋のようなものがかかっていたりします。そして神の民の里を通過します。ぐるっと。La Victory Pose no, non ci ho fatto caso. Un po' da polletto. Ero catturato da altre cose. 背景にスライムが出てくることがありますが、たまにはぐれメタルが出てくることもあります。それは非常にレアとなっています。Comunque lui è proprio un bambino e si diverte a mettere tutti questi dettagli e a farli notare. またケトスのそばを通過すると同時に。Però a questo punto ridateci poche floats, porca miseria.
なり近くを通過して、これも原作にある何かの光が見えますね。Altro starà spoilerando qualsiasi cosa sul gioco. Oh, guardate che le pedane sono buggate comunque. Non ci riesce mai a salire. ところでここにはギミックがありまして、このステージには時々宝箱が出現します。この宝箱を開けるとアイテムが出てきます。だけど中には困ったものもありまして。Comunque rendete conto che sta muovendo tutti e due i controller lui contemporaneamente. いて。というふうにミミックになることもあります。Perché? Ma poi prendo un assistente. Ma che follia! ミミックは頑張れば倒すこともできますが、無理に倒さなくてもいいんじゃないかとは思います。はっ、いて。一応アイテム出してくれます。祭壇ステージはドラクエ 11S の世界観ですが、やっぱりドラクエ11の曲が1曲2曲あるだけでは非常に惜しいと思いまして、それぞれの勇者のフィールド曲、戦闘曲をまとめることにしました。つまりこういう内容になっています。それぞれの音楽に思い入れのある方がいると思いますから、俺曲セレクトで好きなシリーズのものをひいきしてやってください。もちろんサウンドテストで楽しむこともできます。そして、まあ、それだ、ラマニアガレー、per qualsiasi cosa。Inizia a pensare che 22 minuti in realtà siano interamente per The Hero, perché c'ha tantissime cose。その他、スピリッツボードなども追加しましたので、そちらもお楽しみください。Proprio complicato da spiegare anche come personaggio。勇者は7月31日水曜午前中に配信予定です。ファイターパスを購入済みであれば、そのまんまゲットできることと思います。単体でも650円で販売する予定です。ミーファイターも追加しました。こちらをご覧ください。Non lo so, non so se qualcuno compra queste cose, probabilmente sì, ma forse sono proprio pensate per il pubblico giapponese, non lo so. Io per esempio su Smash 4 li ho comprati gli elementi, ma solo per una cosa di completismo, se si dice. Combattente, ma quella sembrava uscita proprio diretto da Dragon Ball, eh? Sì, domani sarà un bel casino online. Buon pomeriggio, buona serata, Mustachos. Ciao. Yusha 配信と同時にバージョン 4.0 のアップデートが入ります。Vediamo se c'è qualcosa di interessante.4.0 チャージ切り札に時間制限が入ることになりました。攻撃範囲で形成するマッチプレイなどをしにくくなりましたので、景気よく使ってしまうのが良いと思います。ただ減るまでの時間は長めで、ゲージが減っていくので見分けがつくことになると思います。 No, oddio. No, le difficoltà. Speriamo in basso. アドベンチャーモードにとても簡単が加わりました。どうしてもクリアが難しい場合や楽にプレイしたい場合などはどうぞ。Molto facile. Ci sta perché, ragazzi, la storia è un casino. Sembra 大感染で、勝者を予想する機能が加わりました。Okay, 余ったポイントでアイテム交換をすることができます。外れても何か損をすることは全くないので、どんどん応援すると良いと思います。Ah, finalmente. Online でトーナメントモードが追加されました。参加するにはモードに入るだけで OK です。ルールは固定されていて定期的に切り替わる仕組みです。どんどん入って何度も挑戦するのが良いと思います。
なお特別なイベントトーナメントも定期的に開催される予定です。va bene, va bene. Questa. その他動画編集機能で静止画を使えるようになったり、みんなの投稿で動画を連続再生できるようになるなど細かい修正点がいくつかあります。それとアミーボが新しく発売になります。シズエとポケモントレーナーとピチューです。ピチューです。それぞれ黄色っぽいパッケージで出されますので、こちらもよろしくお願いします。ファイターとしての勇者はそろそろ配信されますが、ドラゴンクエスト 11S は2019年9月27日に発売予定なので、こちらもよろしくお願いします。今回なんとなくライブ風に番組を設定してみましたが、新しいファイターが出るたびにこれをやるのかどうかというとちょっとわからないところあります。でも今回はとにかく勇者を楽しんでいただければ幸いです。それではまた。ci sarà bomba finale? No, niente bomba finale. Allora, che dire? Beh, alla fine hanno pubblicato anche un altro video, ma penso. Ok, sono semplicemente gli elementi Mi messi in un video a parte per provare a venderli in modo più efficace. Ditemi un po' se siete soddisfatti o non siete soddisfatti. Che ne pensate? Lo proverete? Non lo proverete? Lo comprerete? Vabbè, io al Fighter's Pass lo prenderò. Purtroppo confermo un po' le mie sensazioni generali. Sono quelle. Comunque è un brand che mi lascia abbastanza indifferente. Capisco la sua importanza e capisco perché sia stato fatto un personaggio del genere, però io non ci sono particolarmente legato. E aggiungiamoci il fatto che è un personaggio pensato per la parte party game, quindi a livello competitivo ha troppi elementi random, ha troppi elementi in generale, anche se non fossero random. Secondo me sarà difficile vederlo sfruttato bene e bisognerà valutare bene l'entità della sua randomicità, ma per me un personaggio del genere può essere tranquillamente bandito da tutti i tornei.